それでは、本日の文献紹介をしたいと思います。今日紹介する論文は、Improving Distributional Similarity with Lessons Learned from Word Embedding ということでTACL2015 の、論文となっております。はい、まず概要として、この論文では、従来のカウントモデルに比べてそのニューラルベースのワードツーベックやグローブといった、ニューラルベースのなんかプレディクトモデルが、秀でた性能を持つっていうのは実はそのモデルが素晴らしいのではなくてハイパーパラメーターによるその、チューニングが大きいのではないかっていうような、疑問を呈した論文となっております。ここでのハイパーパラメーターっていうのは、サブサンプリングであったりとか窓幅の大きさであったりとかスキップグラムでいうとネガティブサンプリングの、値っていうような形になっています。で、結論として、従来のモデル、PMI であったりとか、PMI の行列に対して SVD といった、行列すいません次元圧縮っていうことを、用いたモデルに対してそのワードツーベックで、使われているハイパーパラメータを用いることでそのカウントモデルがプレディクトモデルと、ほぼ同じような性能を出せるっていうことを、論文で、実際に結果として得られたっていうことを、報告しています。はい、で、導入なんですけど、近年注目されている、もちろん目そもないと思いますけど、ワードツーベックをはじめとした、ニューラルベースによる、プレディクトモデルっていうのが、流行っておりますと。これはワードツーベックであったりとか、グローブであったりっていうモデルですね。で、他の論文中では実際にそのカウントモデルっていうのがプレディクトモデルよりも、カウントモデルに比べてプレディクトモデルの方が、性能がいいよっていうような、報告がなされています。ドントカウントプレディクトみたいな論文、僕が以前にその文献紹介したと思うんですけど、その一方で、ワードツーベックのスキップグラム with ネガティブサンプリングモデルっていうのはシフティッド PMI と、等価であることが、論文中で、以下の論文中で、証明されていますと。具体的な証明はちょっと下の論文を参照してほしいんですけども、その PMI と、等価であるっていうことが示されていますと。っていう、2つの、 その、疑問が、この2つが、対抗しているような形の図案になっているんですけど、じゃあそのワードツーベックのモデルの優位性っていうのはそもそもどこから来ているのかっていうのを、考えた時に実はハイパーパラメータの部分が、すごく効果として大きいのではないかっていうことを、論文中では述べていますと。で、実際にワードツーベックで用いられている、ハイパーパラメータの手法を、従来のモデルに対して適用して効果を検証したっていうのが、この論文中での、貢献になっております。はい、で、比較する手法なんですけど、下2つ の、 そのワードツーベックとグローブっていうのはそのプレディクトモデル、ニューラルベースのプレディクトモデルで、いわゆるもう今では一般的な手法ですね。で、それに対して従来のカウントモデルとして以下の2つを、挙げていますと。で、1つが、PPMI マトリックス、これポジティブ PMI マトリックスっていうことで、PMI のその縁の部分を、ゼロにしてあげるっていう処理を加えたものなんですけど、単純に PMI を用いて単語間の関係を行列で表してあげようっていう話ですね。単語 W と、その周辺単語コンテキスト C っていう単語があったら、その表記頻度を数えてあげて、PMI 計算してあげるっていうやつですね。で、それと、SVD、シングルバリューデコンポージョンという呼ばれる、行列分解の一歩手法ではあるんですけど、言語処理においてはラテントセマンティックアナリシスみたいな感じで、使われるような、手法ですね。で、今回は、PMI、PPMI のマトリックスに対してその SVD を使った次元圧縮っていうのを施して、比較をしています。はい、この4つがだから今回、筆者らが論文中で調査した、手法になっています。で、これからちょっとハイパーパラメータについて順番に説明していきますと、まずダイナミックコンテキストウィンドウというものがあるんですけど、ワードツーベックや、グルーブでは窓幅がランダムに変化するように実はなっていますと。例えばこういうそのクイック
すいません、ザ・クイック・ブラウン・フォックス・ジャンプス・オーバー・ザ・レイジ・ドッグっていう、まあ、文章があった時に、そのジャンプスに対してオーバーとフォックスっていうのはワード2ベックではまあ必ず4分の4、まあ、確率1で選ばれるようになるんですけど、まあ、どんどん離れていくにつれて、まあ、選ばれる確率が、まあ、ダハバとしてその周辺単語のコンテキストとして選ばれる確率がまあ減っていくようなモデルになっているんですね。まあ、このようなハイパーパラメータがあるので、まあ、これもその PMI のモデルや SVD のモデルに組み合わせてあげようっていうようなものになっています。2つ目がまあサブサンプリングですね。まあワード2ベックではその品質する単語をまあピクためのパラメータが設定されていますね。基本的にはそのこの T っていうパラメータには10のマイナス3乗とか4乗とかって設定するのがまあ一般的なんですけど、まあ、その日本語であったらそのガとかワとかよく品質する単語をまあ引いてまあ学習してあげるっていうのが、まあ、精度向上に寄与するっていうことがまあワード2ベックと言われていますと。はい、で、3つ目が、デリーティングレアワーズですね。まあ、これは単純にあんまり出てこない単語は、まあ、学習しないというような形になっていますと。まあ、ワード2ベックの、ミンカウントっていうパラメータで、まあ、設定できる値になっているかなというふうに思います。はい、で、4つ目が、まあ、シフティット PMI ですね。まあ、先ほども言ったんですけど、そのワード2ベックのスキップグラム、まあ、ウィズネガティブサンプリングっていうのは、まあ、シフティット PMI と等価っていう証明が、まあ、なされていますと。まあ、だからですね、この単語ベクトルとコンテキストベクトルの掛け合わせが、まあ、PMI の W 単語 W と単語 C の PMI から、まあ、その K、 この K はネガティブサンプリングのパラメータを表しているんですけどを引いたものに等しいよっていう、まあ、証明がなされていますと。まあ、なのでこのマイナスログ K の部分、そのネガティブサンプリングの、まあ、K っていうパラメータを、まあ、その PPMI マトリックスにも適用してあげようっていうことで、まあ、SPPMI って形になってるんですけど、シフティット、ポジティブ PMI ですね。はい、まあ、適用してあげるってことですね、そのパラメータを。はい、で、5つ目だったと思うんですけど、コンテキストディストリビューションスムージングっていうことで、まあ、ワード2ベックではネガティブサンプリングでのその単語をその、まあ、ランダムに引っ張ってくるんですけど、そのランダムに引っ張ってくるときに単語をユニグラム文法そのまま使うのではなくて、スムージングをした文法を用いてそのネガティブサンプリングで選ばれる単語っていうのを決めていますと。で、まあ、その式がこのようになっていて、まあ、このシャープついたところはこれあのカウントなんですけど、まあ、単純に頻度に対してその、まあ、アルファ乗したものを、まあ、新しい頻度と分布として、まあ、使うっていうような形になっていますと。まあ、なんで、まあ、この章も、まあ、PMI に対して同様に適用してあげることが、まあ、できるでしょうということで、まあ、適用して実験をしていますと。まあ、アルファは通常 0.75 に設定されていますね。はい。で、まあ、アディングコンテキストベクターって書いてあるんですけど、これはグローブでのその手法になるんですけど、そのグローブでは単語の類似度を測るときに単語ベクトルと文脈ベクトルっていうのを足し合わせることになっていますね。ここでの文脈ベクトルっていうのは、まあ、あの周りの単語っていう意味ではなくて、単純にそのまあ、ここでの式でその VW と VC っていうのが、まあ、ワード2ベックでも、まあ、SVD でも、まあ、グローブでも学習ができるので、その VW と VC を足し合わせてあげた方が性能がいいよっていうふうに、まあ、言われているんですね。まあ、なのでその手法、グローブでよく使われている手法っていうのを、まあ、それを使われてなかった SVD や、まあ、ワード2ベックでも試してみようっていうような形になっています。で、オイゲンバリューウェイティング、まあ、特異値に関する部分の、まあ、ちょっと手法になるんですけど、まあ、SVD に関する部分ですね。SVD では、まあ、詳細は省くんですけど、まあ、M っていう行列を、まあ、以下の U と、特異値の対角行列と、まあ、V っていう形に、まあ、分解をするのが、まあ、そのSVD になるんですけど、まあ、その時の固有値、このシグマに対して、まあ、W と C をそのまま定義すると、まあ、こういう風な形になるんですけど、そこに対して、なんか、まあ、対照的になるように、なんか、その固有値の部分をちょっとこう、両方にかけてあげたりとか、そもそも消してみたりみたいな感じの処理をしてあげて、まあ、性能がどう変化するかみたいなのを、まあ、見てあげていますと。で、まあ、これが最後なんですけど、まあ、ベクトルをノーマライゼーションするっていうことで、まあ、単純に、類似度を測る前に単位ベクトル化した方がいいよねみたいな話ですね。
はい、でちょっとここまで長く説明してきたんですけど、まあ、この論文中で調査したパラメーターの、まあ、全体図みたいなのは、まあ、こういう感じになっていますと。はい、で、まあ、これらのパラメーターを、まあ、いろいろ組み合わせて、まあ、ちょっとずつ変えつつ、まあ、実験というのを行っていますと。で、まあ、比較する手法は先ほど言ったその PMI の行列と、まあ、SVD による、次元圧縮、あと、まあ、スキップグラムイズネガティブサンプリングと、グローブですね。で、まあ、評価としてはその単語類似度のデータセットを、まあ、6個で、またあ と,、アナロジータスク、まあ、あれですね、キング引くマンプラスウーマンイコールクイーンみたいなデータですね、データセットをまあ2つ用意してまあ実験を行っていますと。で、まあ、先ほどもまあここで述べたように、そのハイパーパラメーターいろんな組み合わせでまあ実験をしているので、まあヒッシャラは論文中で計672個のモデルを構築したというふうに述べていますと。はい、まあ、それではちょっと結果を見ていきたいと思うんですけど、まずこの表は、ハイパーパラメータを全くしない、使用しない場合の、まあ、結果ですね。つまりその何だろう、今まで説明してきた窓幅があの変化するとか、あの高頻度を間引いてあげるみたいな処理を一切しない場合の結果ですね。で、まあ、そういうハイパーパラメータを使用しない結果においては、SVD っていう手法が、まあ、最もいい性能を記録しているっていうことが確認できるかなっていうふうに思いますと。はい、で一方で、各モデルにおいて最もいいパラメータを、まあ、使用した場合どうなるかっていうことを書いてあるんですけど、まあ、各手法の精度っていうのは非常に肉薄したものになっているっていうことが分かるかなっていうふうに思います。まあですね、このワードシムのデータセットにおいては、その SVD とスキップグラムの数字がまあ等しくなっていたりといった形で、まあ、非常に似た精度をまあ記録しているっていうことが分かりますと。まあ、一方で、まあ、アナロジータスク、こっちの2つがアナロジータスクになっているんですけど、まあ、アナロジータスクにおいては、まあ、他の手法に比べて、そのワード2ベックのスキップグラムウィズネガティブサンプリングがまあ高い精度を記録しているっていうことがまあ確認できるかなっていうふうに思いますと。で、ざっくりとしたまとめになるんですけど、まあ、ヒッシャラは論文中でカウントベースな手法が、まあ、必ずしもプレディクトベースな手法に劣っているというわけではないっていうふうに言っています。まあ、これはそのハイパーパラメーターのチューニングによって、まあ、ほぼ同等の精度を得られるっていうことを、まあ、論文中で実証したような形になっていますと。で、またヒッシャラは論文中の、まあ、最後の部分で、各手法においてベストなチューニング方法っていうのを提示していますと。で、また、ヒッシャラは同様に、そのスキップグラムのネガティブサンプリングモデルっていうのは、まあ、パラメーターのチューニングをあまりしなくても、まあ、頑健な精度が得られる上に、まあ、モデル自体が小メモリーでかつ高速に計算できるため、その点では他のモデルに比べて優位であるというふうに述べています。以上で発表を終わります。